はい。ハイログマはい。でうえ ?7 ヶ月もですかナンシーさん。<laughs> したいです、ナンシーさん。僕も僕も。はい。クマを1頭。ナンシーさん、待って。クマ探すところ始めます。 動物の順応度を学んでいくわはい。でも今は、動物を心ゆくまで目でまデマスハますはい情報パネルのカブにあるカメラを選択してカメラ、これかほうぶ、ん、つ<っ>をンシーでみられる、ステなホーよ。はい。目当ての動物をダブルクリック男子さん。でも、この表示になるわ。男ンシん。ちょっとやできたら、の反対側イがおい。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 いいお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  ライオンは大型猫科動物の中で最も社会性があり40頭ものライオンが群れをナしてくれなよ。<あ>バーニーだったらシのライオンは超絶やばい,い。はい、でしょから、最近は私が代わりにトレーニングをたんとえー。サソクモキヨタセイステイキマシオ。ハ、はいテールシークエリア、かわいい。何がいるか、認しましょう。いい猫が可愛いな。はいはい、空いてる目標エリア。 はい動物を受け入れるときは動物の取引セクションはい動物マーケットを開いてはい開きます私たちの動物園にぴったりな立派なイボイノシシのつがいがいるわはいこの子たちの上でクリックしてサイドメニューから受け入れを選択して優しいなあじさーんちょなあじさーん仕組みを理解してもらうために好きになっちゃうなあじさーん動物をクリックする で、導、えー、導入導入動物園を送るトレードセンター待機中指差し確認左右運んでる総合純濃度という

えちょっとっここナンシーさん褒めてくれるの、えー、ロロかもうのンシーさんへえ泥泥かダチョウのシークエリアを観察させましょうはいるあー近づいたらありがてえゲ,ししゲームを停止する右下の一時停止ボタンをクリックするだけよ、はい

今ののままだと、お客さんには飼育エリアの中が見えな,いあーなるほどね。確かに見えないわ。確かに。でもそれは禁止されているガの。まあ、飛び,あ飛び込めちゃうからか。はい。ちょっとガラスに変えよう。はいはいはい。シークエリアがよく見えるようにすること。シークエリアがよく見えること。はいはい。だから。 逆に見えなかったら最低ね。だから。最後の。こんなとこつけるなんて話な,んじゃな。動物を見て満足したお客さんは募金をしてくれるわ。はい、ええー。必ずわかりやすい場所に。そんないい環境なんですか。例えば。画面つくガラスのこいとこうぜ。<laughs> お金入れてください。助けてください。<ー>はいはい,い、い,いいよ、いいよ。動物園送る。ダチョウ。いいね、いいね、なる日、なるきた,きたいいよ。

ちょっと待てよ仕方ないじゃん、そこまでなら置いてあるよじゃん、ジャッここに、ね、仕方ないな。ごめんな、ダチョウ次はシークエリアの建設よ。はい。コンクリートとガラスを使ってゼロから作るの。はい。じゃあやってみて。あ、はあ、怖い。ただし、シークエリアには、必ず私たちが掘った大きな穴を含めるのよ、はい、大きな穴を含める。それからフェンスにシークエリアのゲートを取り付けるのも忘れないでね。 ちょ、ナーさん、難しいよ。ンしーさん。めちゃくちゃ上司や、ナンシーさん。んまあ、いい上司なんだけど。できるか、な、ンシーさん。で、どういう。高いな。虎 <laughs> ラ高えな。置いといて。で、トレセンだから送る。

プールの端に緩い傾斜をつけて水をプールの端に緩い傾斜をつけてプールを作るために穴は掘ってあるけど水は自分で入れる必要があるのそのために地形へ行って水のツールを選択しましょう、うん、ああ、しゃしゃしなってんだ穏やかな水これか線が青くなって有効が出てる よし、<ー>これででうまくいくいおおイボイノシシやダチョウと同じようにもちろんトラにも追加備品は必要よ。はい飼育エリアにおもちゃを追加したり<わ>食料を充実させてみたらどうあ、寺来たおおいいねえ猫皮はかわいいな。孔雀を1羽探して選択し情報パネルを開いて、はい、1羽探そうャクの様子を覗いてみられるわ。 あいたいました社会順社会成濃度を広げて、て詳しく見てみましょう <laughs> <laughs> 難しいことばしか社会性順濃度ってび背筋伸びちゃうもんなるほどスペースは十分だしストレスは感じていないよね、うん でも群れに何か問題があるみたいだから調べてみましょう。情報パネルの一番上にある社会性タブをクリックして問題を突き止めて。はい。そうよ。見ての通り、はい、クジャクはもっと大きな群れを好むの。この小さな問題を解決するためには、うん、メスのクジャクをさらに三羽メスのクジャクをさらに三羽。それでは動物マーケットへ行ってらっしゃい。いやむずいよもうなんせ行ってらっしゃいじゃないよ。 覚えることも多すぎるよ動物を送る孔雀の対応もよくできましたよくでありがとうかナンすさんありがとうでも今度は雪氷の機嫌があまり良くないみたい、ね、雪氷も何がないのが飼育エリアは問題かストレスレベルを下げるには普通のガラスフェンスを、うん 片側からしか見えないマジックガラスにしてあげる木もあれやん安い買い物ではないけどお金を払う価値はあると思わないあーなんかやっぱストレス溜まってんだ見られてれ日はお客さんの視線から隠れられるわ難しいな確かにこれ一面ガラス張りだもんなやっぱそれだとストレスを感じる動物もいるんだ,だここを このエリアをマジックガラス。あー、ここで見られちゃうんだ、めちゃくちゃ。てか、リアルな動物もじゃああれなのかなマジックガラスなってんのかな

広っ。あ、だから、これ置くことで、全部のエリアを賄おうと。ああ、おっ、地形順濃度か。雪と岩、作ってあげましょう。ってょうだって地形順濃度は、これだ。だから、雪が、もっと必要ですだから、雪と岩を作るんだ。で、そこどこで使ったら、地球を選ぶ。で、雪を選ぶ。 でこうしてあげるとそしたらもっと雪が増えて純濃度が達すとえっはい、はい、動物管理の動物セクションだましょう物に関する動物の純濃度が後期者を寄せ集めてるわやばい

おもちゃに切り替えて気になってるね。で、こすりつき角柱じゃお。これでこで、こすりつき角柱でこすりつき角柱でこれじゃお。で、上がると。はいはいはい。で、こうすることで、キリンが2頭とも満足度が上がると。ちょ、エリザやべえな。 おお素晴らしい遊具でおもちゃでじゃあアイスボールあっこれたいの好きなんだなあっこれってるえっこれってるやんすごっカメさん遊んでくんないかな いや、遅いなぁ。のしのしカメよ、カメさんよ。いや、遊んでくれないか。遊んで、遊んでくれないなぁ。水に向かってるなぁ。お客さんが見える位置に置くと。いい、えー。 訓練のの最初のパートは見ナンシさんありがとう。ナンシさん、すごいありがとう。優し、ね、く教えてくれて。うん。パスポートを持ったら出発しましょう。ししょうょこれでこの方は見れないかな。おおお。ちゃんと園内の飛行、あれも見れるわ。 動物コーナー来ないかな <laughs> ちょ動物コーナー見たいんだけど。あ、俺が作ったあれじゃん。取らんとこじゃん、こたぶんこれ。なかなか動物いないな。おおいいねなかなか、なかなかじらすねキリンさん。後ろでしまま走ってるもん。 なかなか焦らすね。行くか行かない。行かないね。ちょっとずつ前に進んでね。行くか行くんじゃないこれ。行かない。<laughs> いや、コントじゃねえんだよ。コントじゃねえよ、キリンさん。